皆さんこんにちは、ココナです。今回の記事は兄弟姉妹についてです。それではどうぞ。兄弟姉妹、今回注目したのは兄弟姉妹から見る誰が生き残るのかについてです。つまり鬼滅の刃の兄弟姉妹で今まで亡くなってきた人たち、その人たちを振り返ってみようというお話です。結果としては何も答えのない考察かも。それでもいいよという方は今までの流れを振り返る意味でもしばしの間お付き合いください。まずはこの兄弟から。兄弟、まずは主人公の炭治郎からです。妹の禰豆子は鬼になっていますが死んではいません。なので今回の趣旨とは少しずれていますが、兄弟といえばこの二人といった感じなので一応名前を挙げさせてもらいました。この二人は兄と妹、それだけです。ちなみにかまど家は他にも兄弟姉妹がたくさんいます。次帝、お次は義勇さんです。義勇にはツタ子という姉がいました。ツタ子は鬼に襲われて死に、今まさに義勇が死にかけている状況。そういえば姉と弟の組み合わせって義勇指定だけなんですね。ちなみに義勇は忌み神柱への死ぬ候補の一人です。兄弟、煉獄兄弟、兄の京次郎は赤座に殺され、弟の千次郎はまだ生きています。千次郎は剣の才能がなく鬼と戦うことを諦めました。なのでここから先千次郎が死ぬということはほぼないと言っても大丈夫でしょう。京次郎は義勇と同じく忌み神柱への死ぬ候補の一人でした。兄弟、こちらも兄と弟、宇髄天元と名前が判明していない弟のことです。ここは結構注目どころで、もしかしたら天元の弟が神上弦の後として立ちふさがるのではないかと注目を浴びています。私もそう考えているのですが、話の流れ的にまだどうなるか少しわからない部分ではあります。宇髄兄弟と煉獄兄弟を重ねると兄が死ぬということが考えられますが、それは少し考えすぎでしょう。弟も全く正反対のタイプですし。ただ品津川兄弟と重ねると弟が鬼ということが重なります。まさかね。兄弟、こちらは悲しき兄弟、無一郎と雄一郎。もうすでに二人とも亡くなっています。兄と弟という意味であれば兄弟二人が亡くなっているのはこの二人だけです。ただこれから先宇髄兄弟と品津川兄弟が後に続く可能性はありますね。怪しいのは品津川兄弟でも、忌み神柱への通りなら実美と天元は生き残ると推測できます。全く予測不可能。ちなみに無一郎も忌み神柱への死ぬ候補の一人でした。姉妹、作中唯一の姉妹、細かい部分だと産屋敷家も姉妹はいますが、そこは今回スルーします。胡蝶忍と胡蝶かなえ、二人は劣気とした姉妹です。そして二人とも道馬によって殺されてしまいました。兄弟という大きな括りで考えるなら時藤兄弟と重なる部分があります。時藤兄弟は先に兄が鬼に殺され、胡蝶姉妹は姉が先に鬼に殺され、その後残されたそれぞれの弟と妹も鬼によって殺されています。ここまで考えてみて思うこと、やっぱり鬼滅の刃の主要キャラは兄弟姉妹が多い。兄弟、品津川兄弟、こちらも悲しい運命を持つ兄弟です。実は他にも兄弟姉妹がいたようですが、全員母親に殺されてしまいました。実美と玄弥は特に悲しい兄弟で、玄弥が死ぬ間際までずっとすれ違っている状態の二人でした。しかし最後にはお互い思いを伝えることができました。ただ悲しいかな、それは玄弥の死があったおかげ。それでも立ち上がった実美、無惨、許すべし。兄弟、番外編として鬼の兄弟も龍太郎と妲己です。龍太郎と梅とも言えますね。ここは兄と妹ということで炭治郎と禰豆子と重なりますよね。最後に龍太郎と妲己が喧嘩をしていた時も炭治郎は言っていました。この世でたった二人の兄弟なんだから。感慨深い。まとめ的なもの、何が言いたいのかわからない動画かもしれませんが、まとめてみます。兄と妹の兄弟は2組、兄と弟の兄弟は4組、姉と弟の師弟は1組、姉と妹の姉妹は1組、合計8組です。主要キャラで言うとこんな感じです。そしてこのうち2人とも亡くなっているのは時藤兄弟、胡蝶姉妹、龍太郎と妲己の3組です。なので残りは5組、かまど兄弟の2人、
富岡子弟の弟、義勇、煉獄兄弟の弟、千寿郎、宇髄兄弟の二人、品津川兄弟の兄、実美。こう考えてみると、この中で忌み神柱への死ぬ候補は、義勇一人のみ。かまど兄弟と千寿郎はまず大丈夫として、危ないのはやはり、義勇、宇髄兄弟、実美、といったところでしょうか。今回考えてみて、特に兄弟姉妹で死んでいった人たちの共通点というものも見つからなかったので、まだまだ予測不可能といったところです。ということで、今回の考察は以上です。それではまた。